はい、おそばです。おはようございます。はい、昨日撮った動画3本ぐらい上げて、1つが一番影響が大きかったんですけどですね、日本保守党の飯山あかりさんのに対しての、応援演説をされていた北村弁護士の応援演説のについての感想を上げた動画で、チャンネル登録者が40人ぐらい増えたので、おそばの6500万パワーが復活したっていうことなんですけど、1個動画がなんか伸びるだけでも全然違うんですね。これもまた YouTube の面白いとこだなと思いますとともに、皆さんありがとうございます。お帰りなさい。6500万パワー、はい。でサブチャンにですね、その動画に対して、興味深いコメントをくださった方に対してのアンサーを軽くしてるやつがありますんで、サブチャンをそういうふうに使っていけたら面白いなと今思ったので、ふとね、これ名案だな。よかったらサブチャンで後でアップロードするんで見てください。今から話したいのは、このはじめしゃちょーの はじめしゃちょーって YouTuber がいらっしゃいます。1000人、1000万人、1000万人ってどういうことって、すごい数字よね。で、この人が上げる動画はほとんどがもう何百万再生とかいっちゃうので、1個動画上げるだけでも数百万ぐらいお金を稼ぐ方ですよ。とんでもない、もうトップ YouTuber だよね、日本で言ったら。この方と、この方の動画で2年前、河野大臣、コロナワクチンって本当に大丈夫なんていう動画があります。これまだ残ってるんですよ。X でさっき流れてるの見た。で、久しぶりに見たんですけど、この動画は収益化しておりません。偉いですね、そこに関しては。いいんじゃないですか。コメントがすごいんですよ。ぜひ皆さん、ここのコメント読んでほしい。今になってまたね、コメントを残してる人がいます。この動画は削除しないでほしいです。将来ワクチン、ちくわかを振り返る際の歴史的な資料になると思いますとかね、本当に。テレビで訴訟を起こされるというニュースを見て飛んできました。そうだね、消えないでほしいですね。消さないでほしいですね。多分彼は消さないんじゃないかなと思います。知り合いの19歳の男の子は2回目のショット後に、ニュースにもなりました。これぜひ皆さん見てくださいね。ぜひ見てください。でも、あれだよね、この案件料ってのは入ってるかもしれないから、そこは疑わなきゃいけないですね。収益化はしてませんって打ってますけれども、収益化する必要がなかったんじゃないかなって。彼もここでその固定でこんなことを書いてます。ちなみに個人的な感想ですが、どんなちくわでもリスクが全くゼロではないと思ってます。昔ブラジルに行った時、いろんな感染症のちくわを摂取しましたが、同意書の中に数パーセントの人が、ただっていうことですね、ということが書いてあったので、すごく印象的で怖かったです。個人の自由だと、情報の一部だと思ってご覧にいただけると、情報の一部とは言ってもですけども、ここで、この坊ちゃん狩り、しゃくれ眼鏡、俺本当はこんなね、顔のこととかね、人の容姿のこととか批判したくないんですけど、それ主義じゃないんですけど、この男に関してはもう本当にどうにかしたいんですよね。誰か本当にどうにかしてよ、河野さん。さんもさんじゃねえよ、本当鬼畜。こいつがこの動画で言ってることとかも、本当に今となってはありえないですよ。腹立ちますけど、もう一回皆さん見直しましょうか。ね、本当に。そもそも打ったら、ちくわを食ったら、感染しないって言ってたよね。どうなん？その証拠にもなるよ。しかもなんか、カモとかそういうさ、なんか、不確定の予想とかも話してるから、本当に、うわ、出た、ムカつく。もう思い込んじゃってる人、デマタイプ。いや、お前がデマやろうがって。もう引き下がれなくなっちゃった人、デマタイプさん。何なのって、マジで。本当、これにね、同調しちゃってるはじめしゃちょーもいます。金のためにデマを流す人。いや、お前らの方がよっ
ぽど稼いでんぞって注目を浴びたい人。もう呆れちゃいますね、本当に。本当にこの男は、ちょっと待って、照明が暗い、照明っていうか光、もうどうにか本当にしてほしいです。皆さんどうにかしましょう、本当に声を上げて。もう俺の携帯古いんだよね。というわけで、はじめ社長のですね、動画、河野大臣〇〇〇って本当に大丈夫なんていう動画、リンク貼っときますんで、皆さんもう一回確認してですね、こんだけ見られてるからね、あの消されてもね、もうアップロードしちゃってる人いますよね、絶対ね。うん、まあこっから、また、しっかり声を上げていくタイミングだと思いますんで、暗くなるな。はい、一回皆さんでおさらいしておきましょう。以上、北野工作員おそばでした。あ、参政党の話しないときに、あの北野工作員って言う必要ないんだった。